はい、特集です。はい、本日のゲストをご紹介いたします。今日はスタジオに救う会全国協議会会長でモラルジー研究所歴史研究室室長の西岡努さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう早速なんですけどもね、はい、まあ、あの朝鮮情勢なんですけれども、はい、まあ、北と南、両方とも問題あるんですけど、今ザクッと、今の情勢どうご覧になってますか。まあ、あのトランプ政権はアメリカまで届く核ミサイルを持たせないと言っている、うん、金正恩は今持つ直前まで来ている、うん、このチキンレースはまだ終わっていなくて、うん、金正恩は中国の特使にも会いませんでしたから、うん、中国も相当腹を立てていますので、うん、いよいよあの軍事攻撃の準備がされていくと思うんですね、うん、ただ今トランプ政権は軍事的にはいつでもできるでしょうけれども、うんうん、民主国家ですからできれば国連の安保理事会で、制裁ができる限りやって、うん、 そうですね、その次、ね、軍事行動を許容するような決議まで行ってからやりたいと思うんですね。北が先に攻撃してくれば別ですけども、うん、そうじゃない時には、うん、個別的自衛権で向こうが攻撃してこないのにやるっていうのはかなり無理があるので、うんうん、そうですね、自衛を主張しちゃうからね、うん、そうするとね、で、まあ、あのイラクの戦争と今似てるわけです、うん、大量破壊兵器を取り上げるということを戦争目的にするわけですが、その場合イラクは安保理の決議があって、大量破壊兵器を取り上げるために全ての手段を使おうと、全ての手段には軍事も入ってたわけですね、うんうん、もう一つですね、アメリカの議会で、与野党が超党派で賛成する大統領に武力行使の権限を委任する決議というのがあるんですね、うん、はい、で、まあ、それがなくても軍事行動をすることができるんですが、うん、やはり政治的には、うん、あの超党派で、国家の危機だということの決議があってやるというのが、うん、あの政治的に負担が少なくなると、うんうん、でイラクの戦争の時はそれもあったんです、うん、でも今はトランプ大統領にはその2つがないと、うん、から一方北朝鮮はあと数回ミサイル発射をしなきゃならない、うん、あと1回核実験しなくちゃならない可能性が高い、うん、もうその実験をすると今のような手続きが通ってしまう、うんうん、というジレンマの中で今二代目合いになっていて、9月15日以降口ではあの最高度の強硬措置を取るとか宣戦布告とみなすとか言ってますけど何もできないんですね。でもう一つですね、アメリカがあの今北朝鮮に仕掛けてるのは実は心理戦なんです、うん、9月の23日から24日、はい、まあ、深夜ですね、はい、B-1B という世界最強の戦略爆撃機がグアムから飛んできまして、うん、実は今年、11月までに20回も飛んできてるんです、うん、本当にあれステルス、ステルス性が強いんですね、うん、完全にステルスではないんですが、うん、ステルス性が強いものなんですけども、それよりも積める爆弾やミサイルの量が、うんうんうん、最高にたくさん積めるんです。60トン積めるんですよ。だからあの その積めるものの中にはバンカーバスターといってですね、うん、地下にいる人間を必ず殺すことができる貫通型爆弾なんかも積んでるわけです、うん、あの20回のうち今申し上げた9月23日深夜から24日にかけてですね、東海岸に実は海の休戦ラインというのがあるんですね、はい、あの朝鮮戦争の時、制海権制空権は全部国連軍が持ってましたけれども、うん、まあ、休戦にした時にここまで以上はいかないという国連軍が引いたラインがあるんです、うん、それが北方限界線とも言われてるんですが、そこを B1B が飛び越えて北側に行って玄山の前まで行った、うん、そして演習をして帰ってきたと、うん、でそれを米軍は発表したんです、こういうことをやったと、うんうんうん、そしたらですね、平壌でパニックが起きたと、うん、というのはあのその時レーダー波が発射されなかった、うん、スクランブルもなかった、うん、つまり北の海の方まで行ってるのにですね、まあ、で捉えられなかったんです、うん、で金正恩はですね、どうなってんだと怒鳴って調べろと言ったら、うん、これは私が北の内部から聞いた情報ですが、うん、設備が古すぎて、うん、B&B は捉えられない、うん、つまりあのいつでも B&B が行って、うん、レーダーに捕まらないで、うん、あの斬首作戦をできると、うん、いうことが証明されたんですね。なるほどね。でアメリカはまだあの今言ったようにあの、うん、軍事作戦段階に入ってないので、うん、わざわざこの情報を公開したんです、うん、
本当に戦争をする気であれば B1B を北のレーダーは捉えることができないというのは軍事機密ですね、作戦の時に使いたいわけです、向こうが何かそのことが分かればじゃあ新しいレーダー買ってこいとかなるわけです、何か保管しようとするわけですね、教えない方がいいわけです、でも今わざわざ教えたんです、でそれはいつでも攻撃できるんだぞという心理的圧迫をかけてるわけです、で実際、金正恩の周囲の人間たちも俺たちも一緒に殺されるのかと、いうことを内心思い始めていますし、このレーダーが捉えられなかったということ自体は極秘にされているにもかかわらず、今流言飛行が広がっていて、平壌の上空まで来たらしいところですね、核兵器 4,5 発持ってたって、もう俺たちは滅びるらしいとかね、やるんなら金正恩だけ殺してほしいとか、そういう噂がどんどん拡散していて、国家保衛省、政治警察はその噂を拡散している犯人を探そうとしているけど、なかなか捕まらないという状況です、米軍もやってるだろうしね、そういう工作もね、だからそれともう、いやそういう状態だっていうのは非常によく分かったんですけども、ちょっとね私たちが問題なら何かそういう有事が起きた時、どういう形にしろ南の問題ね、ムン政権がこの間中国とやってサードの問題とかね、もう全然お前は米韓同盟かって言えないようなね、むしろ中国中韓同盟ですか、そっち系の感じがしちゃうぐらいもうそうなってるじゃないですか。この問題どうなんですかね、一番弱いとこだと思うんだけど。もう私は実は先週ですね、韓国の保守派とそれから在米韓国人の保守派に呼ばれてですね、アメリカ の北米縦断講演会っていうのを行ってきたんですが、みんなですね、もう今まさに韓国の国体を倒そうとする革命を文在寅がやってると、そうでしょうね、大韓民国対文在寅の戦いになってると、というふうに言ってましたですね、韓国自体のあり方を滅ぼしちゃうっていうね、そうですね、で文在寅自身も韓国の主流勢力を全部取り替えると言ってるんです、だから主流勢力というのがまさにパク・チョンヒ大統領なんですね、でパク・チョンヒ大統領の生誕100周年記念切手が出ることになったのに、ムン・ジェインが就任したらすぐそれは取り消しになり、またパク・チョンヒ大統領の銅像をですね、有志が自分の金で作ってソウル市内にあるパク・チョンヒ記念館に置こうとしたら、ソウル市がですね、この建物はソウル市のものだから銅像を受け入れられないと言って、パク・チョンヒ記念館にパク・チョンヒの銅像を置かなかったらどこに置くんだと、いうことですよね。すごい話だな。それで銅像をじゃあ、贈呈式をすると言って、どっか倉庫に置くってことで贈呈だけをすると言ったら、今度は左翼がデモをかけて反対してると、その左翼というのがまさに慰安婦の銅像を作ってる人たちなんです。なるほどね。でここで何回申し上げましたけれども、文在寅政権の中で日本でいう官房長官に当たるのが秘書室長なんです、大統領秘書室長、それはイム・ジョンソクという男で、彼は80年代、全代表、日本でいう全学連の議長をやってたんですね、で北朝鮮系の地下組織のメンバーだったんです、という韓国の国上院の記録が残ってるというふうに韓国で報道されています、ちょっと丁寧に言いますね、人の名前を挙げてますから、そういう報道があるということを私は接してます、そして彼は少なくとも公開の場で一度も自分は過去の80年代自分がやったことが間違っていたと言ったことはないです、国家保安法違反で3年ぐらい刑務所に入ってました、でも、もちろんそういう過去があっても転校しているんであればね、自由社会は彼を公務員にすることもありえるかもしれませんが、そのためにはまず公開の席で転校を前の謝罪みたいなねなんですが、そのことについて保守系の野党議員が韓国の国会で取り上げても、韓国政府はそのことについて明確にいついつここでこういう転校があったと言ってないんです。そして彼が自分の下の秘書官をどんどん採用するんですが、そのうち4割ぐらいが実は80年代一緒に地下運動をやってた仲間なんです。もう完全に北とつながってるってことですよね、だからそういう人たちが、トランプ大統領がソウルに行った時にですね、メニューを決めたわけです、で韓国の外務省はさすがによく分かってますから、竹島のことだったら日本の安倍さんに食べさせるんだろうね、まだね、自分の主張で日韓の問題ですから、アメリカは
その中間にいるわけで、アメリカを日韓の紛争に巻き込むっていうのはアメリカも怒らせるわけですよね。でしかしそれをやったと、外務省にはだから知らせなかったわけです、うん、外務省の知らなかったですね、うん、外交官としてはそんなことをしてもらったら、うん、アメリカとの関係が悪くなると、うん、でアメリカは抗議して、そしてメニューの紙から、うん、竹島、まあ、彼らの特等っていう文字が落ちたわけですよね、うん、でヤンフのおばあさんについても、これは週刊文春の報道によると、うん、おばあさんに週刊文春が電話したらしいんですが、うん、青瓦台に着いて、うん、ら迎えにイム・ジョンソクが来てたと、でようこそいらっしゃいましたと、私たちが招待しましたと言ったと、うんうん、つまりそれもうまさに市長、市長が、うん、たくさんの呼ぶ人がいるのにね、うん、迎えに出てきてるわけですね、うん、だからそこで抱きつきなさいと言った可能性も高いと、うん、だからまあ文大統領は必死でトランプ大統領との関係を修復しようと思って、うん、まあ、一緒に反問店行きましょうとかですね、うんうん、あれ反問店行って演説するっていうのは毎回アメリカの大統領の、うん、恒例だったわけです、なんかね、勇気を示すみたいなね、うん、ところが、うん、報道によると韓国側が反対してってなってましたね、後方のピョンテクの新しい基地に行ったとなってるんですが、はい、その新しい基地に突然米軍基地なのに韓国の大統領が現れて、うん、飛行機降りてきたら歓迎したんですけども、うんうん、まあ、米軍兵士たち、まあ、米軍の幹部たちをなんか迷惑そうな顔してたという話もありますが、うんうん、とにかくもう大統領自身が飛行機に迎えに出たということまでやり、うん、韓国の左派は北を刺激するから、うん、トランプを38路線に行かせないようにしてたけども、文在寅が提案してヘリコプターで行きましょうと言ったと、うん、いうふうに、まあ、彼は彼なりに、うん、韓米同盟の強化を見せようとしたんですが、うん、しかしそこにいる秘書首相たちは別のことを考えてたと。なるほどね。あれはじゃあ霧だったからとかいう公式なれ、うん、嘘なんですね。いや、霧だったと思います。霧、うん、はあったの、うんうん、だから文在寅が主導でそれをやろうとしたんだと思いますが、うんうん、でも霧だったのは間違いだと思う、うん、トランプに行こうとしてたんですから、うんうんうん、なるほどね。このね、今そういう意味では二重権力じゃないけどもね、うん、ムンとね、その秘書室長がね、うん、これはでも具体的に動かしてるのはその彼でしょう。だから、まあ、あとは秘書室長は今何やってるかというと、うん、青瓦台主導でですね、うん、検察に事件捜査しろと、うん、指示を出してるんだそうです、うん、で捕まったのが過去の国情委員長2人、うん、あ3人ですね、それから国務部長官1人で、そのうち、まあ、国情委員長の2人は留置場に入ってますけど、1人は保釈されて自宅でしかし、まあ、取り調べを受けていると、うん、それから国防長官も捕まりましたよね。で、その罪名は何かっていうとですね、2つあって、1つは国情院や軍がサイバー部隊を使って、うん、北朝鮮が心理戦で、うん、韓国のサイバー空間にさまざまな、はい、ことを書き込みしていると。うん、嘘をいっぱい書き込んで、うん、韓国の、うん、民衆を惑わそうとしていると、それに対抗して、うん、北朝鮮の書き込みに対する対抗の書き込みしなくちゃいけないといった部隊を作ったんですが、うん、その対抗する部隊っていうのは実は、うん、選挙に関与したと。なるほど。左派の野党文在寅候補を誹謗したとか、うん、選挙妨害だとか言ってですね、うん、しかしそれは対抗しない方が職務怠慢なわけですね。でそれともう一つは国情院の資金の一部を青瓦台に上納したと。でもこれはですね、近代中時代もやってたんです、うん、もう そういう関連になってるわけです、うん、なるほど。だからじゃあその関、まあ、つまり官邸機密費をじゃあ誰かに渡すみたいなことありますよね、うんうんうん、それは日本は政権交代しても民主党時代に官邸機密費を渡したのを、うん、横領だとかって告発したりしませんよね、うん、過去の話を、うん、自分たちもやるわけで、そのための秘密費ですからね。だからそういうことを慣例になって、今まで合法だったものを横領罪だとか、うん、そういうことで、うん、責任者として国情委員長を、うん、捕まえてると。だからこれはね、本当にそれをやってるのも検察が、うん、告発を受けてやってるという、うん、あるいは自分たちの捜査の結果犯罪の疑惑が出てきて捜査を始めたというのではなくて、うん、青瓦台からの指示でやってるというふうに報道されてますし、うん、アメリカでも韓国の保守派のリーダーはそう言ってました、うん、だから、まあ、まさに文在寅大統領は国連で自分たちのことを革命政権って言ったんですね、うん、ろうそく革命の結果できた革命政権だと、うんうんうん、
で、ムンジェインが任命した総理大臣も我々は革命政権 の政府だと、うん、でローソク革命はまだ終わってないと、うん、我が政府はローソク革命の道具だと言ってるんですが、それ革命というのは憲法秩序を停止するってことですよね、うん、そういうことです。本当に国体が変わるんですよ、変わるってことですよね、はい、しかし、うん、彼らは弾劾によって、うん、早まった大統領選挙で当選しただけなんです、うん、第六共和国なんですよね。そうなんです。だからトランプ大統領は韓国の国会の演説で韓国の現代史を称賛して、うん、で経済成長したと、そして88年の韓国の国会議員選挙で完全に民主化しましたねと褒めたわけですね、うんうん、で88年というのは87年の今の憲法で初めて行われた国会議員選挙だから民主化って言ったんで、ローソク革命のことは触れなかった、つまり革命と認めてないんです、うん、だから民主主義が続いてるっていうね、うん、ところが彼らは革命と言ってるって、うん、実際にやってることは革命をやってると。そうですね、前の政権のやったことを、うん、つまり今の前の政権の憲法秩序では合法だったのに、うん、今自分たちがに不利なことをやった、うん、つまり北に不利なことをやった、うん、で自分たちのお里がバレるわけですが、うん、ということをやったということで逮捕していると、うんうん、憲法自治を事実上変えようとしていると。そうですね、だからまさに大韓民国対文在寅政権の戦いが起きていて、その大韓民国の国体というのは反共自由民主主義ですから、うん、そこの一番の基盤は韓米同盟ですからね、うんうん、韓米同盟は弱体化し、韓米同盟の後ろに日米韓三角同盟があるわけで、うんうん、日韓関係を悪くするというのは彼らが反日感情でやってるんではなくて戦略でやってるんです。そうですね。そうするとね、まあ、ちょっと、まあうん、最終的にね、うん、こういう状態の時になると、まあ、予想、うん、もうあと時間なくなってきたんで聞くんですけど、うん、結果としては北朝鮮がね何か変わったとしても、韓国自体もね、これもはっきり言うと新中共政権ですよ、うん、今のままだったら、うん、これ韓半島全体、朝鮮半島全体がねそうなっちゃうんじゃないですか。だから私は今の危機は、うん、重層的危機だと言ってるんです、うん、安倍総理も北朝鮮問題が国難だと言いましたけど、うん、それは二重の意味があって、うん、朝鮮戦争が始まるかもしれないと、うん、アメリカが武力交渉をしてでも核ミサイル開発をやめさせるかもしれない、うん、しかし日本にとってもやめさせなければもっと危機が来るわけですけども、うんうん、そうですね、しかしその目の前にある危機の後ろには、うん、ムンジェイン政権がアメリカと一緒に戦わないと、うん、そこですよね。戦わなければアメリカは核兵器だけを取って、うん、陸軍は入れないで、うん、海軍と空軍だけで爆撃をやって、うん、特殊部隊で核兵器を確保したら引くと、うんうんうん、そして米軍自体も引くと、うん、じゃあ北朝鮮の地域の兵艇とそれから軍政は誰がやるのかと、中国に任せると、それでもいいという議論がアメリカの保守派の中にもできています。まあそうでしょうね。そうすると、うん、まあ、そういうふうになれば核問題解決するし、中国も その傀儡政権を作って改革開放をやらせるでしょうから、うん、に拉致問題については被害者が帰ってくる可能性も出てきますよね、うん、当面のことは一定程度戦術的には乗り越えられるかもしれませんが、うん、少し時間を置いてみると半島の北は中国のものになっている、うん、そして南からは米軍が引いて、うん、そうすると安全保障で南が頼るのは中国になると。そうでしょうね。全体が中国のものになると。という、まあ、太平洋の半分を自分のものにしたいと考えている習近平が半島全体を取ってしまうというもう一つの危機が目の前に迫っているという状況ですね、はい、そういうことが実はかなり現実的な現世を帯びてますよね、これ。そういう時代に我々が今いるということでありまして、まあ、西岡さんにはそういう分析からまた別の機会でこれからのこともいろいろちょっとね話し合ってみたいと思います。今日は西岡さんにおいでいただきまして、現在の恐るべき朝鮮半島東アジア情勢をお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。西岡さんの話はいかがでした？いや本当にもっともっとちゃんとした情報を伝えないとダメですよ ね、 そうですね、こういうことを知らない国民の方が圧倒的に多いですから、うん、そうだね、あまりにもちょっとのほんとしすぎですか、のんびりしすぎだと思います、はい、もうそういう時代がね、はい、過ぎたということが自覚されてないということですね、我々の国は安倍総理が国会で言ったようにね、はい、本当に戦後始まって以来の、国家的な危機にあるということ、これをもう一回みんなで考えていかなきゃいけないと思います。はい、はい、ということで今日は新滑祭、うん、皆さん、どういう、ね、はい、日をお過ごしになったでしょうか、はい、ではまた来週ごきげんよう。